グッドイヤーは、アメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ郡の都市である。州都でもあるフェニックスの郊外部にあり、フェニックス大都市圏に属している。2010年の国勢調査では、人口65,275人だった。1990年から2000年の間に人口が215.2%成長しており、アリゾナ州内の市長の中では3番目に成長速度が高かった。 2011年7月1日時点の人口推計は66,309人となっており、1年間でさらに1.6%増加したことになる。市内にはグッドイヤーボールパークがあり、メジャーリーグのクリーブランドインディアンスやシンシナティレッツが春季キャンプを行っている。2008年6月6日、全国市民連盟から全米都市賞を受賞した。市名は グッドイヤータイヤラバー会社から取られており、同社はタイヤのための綿花を育てる農園を持っていた。1917年、グッドイヤータイヤラバー会社が自動車用タイヤのスレッドのために綿花を栽培する土地1万6000エーカーを購入して、グッドイヤーの町が作られた。1940年代は、現在のフェニックスグッドイヤー空港が建設されて、 町にとっては第二次世界大戦が重要な時代であったが、戦後は景気が後退した。1946年11月19日、グッドイヤーは町になった。当時、家屋数151軒、アパート250個、雑貨屋1軒、散髪屋1軒、美容室1軒、ガソリンスタンド1軒があった。1965年1月、つなぎが競争場が開設された。 当時はまだフェニックスから、週刊高速道路10号線など幹線道路がなかった。競争場は2年後に閉鎖され、現在も残っているが、使われてはいない。週刊高速道路10号線の南に位置し、道路からはっきり見ることもできる。街は1985年に死になった。1980年代、当初の農地で残っていた1万エーカーが、開発のために売却された。 フェニックスグッドイヤー空港は1986年に現在の名称になった。1990年代から2010年代を通じて新しい住宅や地域社会が増えて人口が急増した。現在も町や家屋が建設され続けている。2035年には人口が35万8000人になると予測されている。グッドイヤーは 北緯33度27分00秒整形112度21分30秒、北緯33.4500度整形112.35833度、33.4500-112.35833 33に位置している。近くには、エーボンデール、リッチフィールドパーク、トールソン、バッカイといった都市がある。フェニックス市中心街からは西に約17マイルに位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は116.5平方マイルであり、すべて陸地である。平川が市内を流れている。その平川の南、エストレラ山地近くに、最大級の計画都市、エストレラがある。エストレラ山地域公園はほぼ2万エーカーの広さがあり、その大半は砂漠である。総延長で30マイルになる8本の道があり、 野球場2面9.5マイルのトラックがある。グッドイヤーは亜熱帯砂漠気候にある。その乱砂漠の中に位置している。年間降水量は10インチ未満である。しかし日照日は年間300日以上ある。冬は温暖であり、最低気温は下肢30度台から下肢50度台。最高気温は下肢60度から下肢75度である。 春は暖かく4月でも下肢90度以上、5月には下肢100度以上になる。夏は大変暑く、ほとんどの日が下肢110度以上になる。秋も大変暖かく、10月でも気温は下肢90度以上になる。降雪は稀であり、数年に1回程度である。冬の気温は氷点下まで下がることがあり、サワロやサボテンなど砂漠の植物を痛めることもある。 夏には、午後や夕方に、北アメリカモンスウムが、フェニックス地域を襲い、朝は、日が照っていても夕立ちになることが多い。夏には、サジン嵐も時として起こっている。基礎データ人種別人口構成グッドイヤーは、市政委員会、マネジャー方式の政府形態を採用している。市長は2期の制限がある。市政委員は6人おり、3期までの制限がある。アリゾナ州強制省が、 グッドイヤー市内でアリゾナ州立刑務所ペリービル複合施設を運営している。ここには女性死刑囚を収容している。小学校教育学区としてエーボンデール、リバティ、リッチフィールド、モービルの各教育学区が市内にかかっている。高校学区はアグアフリア統合高校学区とバッカイ統合高校学区がある。市内に小学校は発行。 中学校が1校ある。高校は3校ある。市内にはフランクリンピアース大学のキャンパスが1つあるのみである。この大学はニューハンプシャー州に本部があり、市内の土地30エーカーを借りて2008年に開校された。理学療法やその他治療関連の専門家を養成している。グッドイヤーはフェニックスの郊外部として発展しているベッドタウンである。 計画都市の中で新築家屋が多く建設されている。グッドイヤーセンターポイントはエストレラパークウェイとマクダウェル道路の交差点にあるショッピングセンターである。期間店としてトイザラス、オールドネイビー、パーティシティが入り、他にも多くの店舗がある。現在計画されているエストレラフォールズリージョナルモールは敷地面積300エーカー以上。 床面積200万平方フィートとなる予定である。これには、ザ・マーケット・アット・エストレラ・フォールズ・パワーセンターと、エストレラ・フォールズ・スーパー・リージョナル・モールが含まれている。南カリフォルニアのインペリアル・バレーや、アリゾナ州内南部と同様に、この地域でも農業が基本である。灌漑や運河が建設されて長い間行われてきた。面のほかレタス、キャベツ、 人参などの野菜が作られている。柑橘類特にオレンジの栽培に気候が合っている。農業には長い歴史があるので、スナイダーズ・オブ・ハノーバー、プーア・ブラザーズ、デルモンテ・フーズなど食品会社も作られてきた。アマゾン・ドット・コムが市内にフルフィルメントセンターを置き、またフェニックスの近くにもある。グッドイヤーは1917年に設立されていたが、住宅建設と、 人口増加の大半は1995年以降のことである。地域社会は完成されたものと建設中のものを合わせて22カ所あり、その総面積は約2万エーカーに上っている。これらの町と今後計画される21カ所とを合わせて約20万件の住宅ができる予定であるが、現在は2万5000件ができているだけである。 アリゾナ州の他の都市と同様に2000年代後半の住宅バブルの影響を受け、住宅価値は下がった。エストレラが市内最大の地域社会であり、広さは2万エーカーある。現在約1万人が住んでいる。週間高速道路15線の北にあるパームバレーは、広さが9000エーカーあり、様々な大きさの住宅が建っている。ペブルクリークは活動的な成人が住む、 地域社会であり、45ホールのゴルフ場、フィットネスセンター、レストランがある。グッドイヤーは、春季キャンプが行われる場所として知られている。アメリカンリーグのクリーブランド・インディアンスが、2009年2月に、フロリダ州、ウィンター・ヘイブンから、グッドイヤーに、春季トレーニング施設を移し、カクタスリーグに参加した。アリゾナに戻ったのは15年ぶりのことであり、以前は、 ツーソンでキャンプを張っていた。2008年4月7日、市政委員会は、満場一致で、シンシナティレッツとクリーブランドインディアンスのために、野球春季トレーニング複合施設に新たに3300万ベイドルを当てる覚書を承認した。これには、観客席数1万席の、野球場グッドイヤーボールパークが含まれ、2009年にオープンした。レッツとインディアンスは別々の事務所、 クラブハウス、練習場を持つことになる。以前に、ツーソンでキャンプを張っていたインディアンスは、2006年12月21日に、アリゾナに戻ってくることに合意していた。フリーダムプロベースボールリーグのグッドイヤーセンテニアルズが、グッドイヤーボールパークを本拠地にしている。市内には、フェニックスグッドイヤー空港がある。ユニオンパシフィック鉄道が、国内の東西を結ぶ列車を走らせ、 グッドイヤー市内を通っている。週刊高速道路10号線が市内を抜け、西のばっかりからロサンゼルス市に向かっている。東はフェニックス、ツーソンを抜けてアメリカ合衆国南部に向かう。バレーメトロバスが運行するバス路線では、グッドイヤーが西端にあたる。その他の主要道路としてアリゾナ州道環状303号線は市内のコットンレーンに始まって北上し、 サプライズから東に向かって、週刊高速道路17号線に接続する。市内の幹線道であるバンビューレン通り、マクダウェル道路、インディアンスクール道路、キャメルバック道路は、フェニックス地域生産から、東のスコッツゲールまで抜ける道路の延長にある。マリコパ群道85号線は、バッカイの州道85号線から、フェニックス中心部に向かう、高規格道路である。 グッドイヤー市内の南部を抜けている。道路の改良週間高速道路10号線は20世紀半ばに市内を抜けて建設された。2008年から2012年にはかなりの拡張を行った。各方向に車線からも車線ないし6車線への拡張だった。エストレラパークウェイから東は相乗り専用レーンがある。環状303号線の 改良アリゾナ州交通省は、週刊高速道路10号線と、環状303号線の交差点付近に新しく、インターチェンジを建設している。これはダイヤモンド型からスタック型に変わる。その結果、週刊高速道路10号線の下にある環状303号線が取り払われ、週刊高速道路10号線124号出口が閉鎖される。 2014年観光の予定である。週刊高速道路10号線より南の環状303号線は、州道30号線まで延伸される計画である。州道801号線、アリゾナ州道801号線は、渋滞緩和のために、週刊高速道路10号線の南に計画されている。州道85号線と環状202号線の間を通る予定である。 ありがとうございます。